方が。こういう感じでしたよね。違和感あります、ね、ちょっと違和感ありますか、ね、こっちの方が違和感ないですか、ね、っていう風になってれば、真ん中の方が楽になっているので効果が出たということですね。お気に入りになりたい方、よかったです。それ絶対言っちゃダメなんですか。目から行くように教わってて、最初の頃ってそれができなかったんだけど、はい、腰が痛い方に治すわけじゃないんですけど、ほぐしていかなきゃいけないんですけど、はい、ちょっと苦手だったので、はいはい、まずどこも辛いですか、私なんですよ、腰から下って言われて、はい、じゃあ、腰から下からほぐして、下に一旦ほぐしていって、一番上に行きますねって感じで。はい、肩が説明してから始めるんですけど、はい、わかりました。じゃあ、受けてみますね。あ、タオルだけ。はい。それ聞いてないですね。あ、今。はい。あ、それ確認、え、出すか。あ、はい、はい、OK です。はい、はい、はい。上、押しますよね。はい、はい、はい。それで、はい、この背骨の1センチですか。はい。はい。腰いきなり肘だけですね。肘だけ大丈夫ですか。肘の接触って重熱ですね。大体が大体重熱、はい、肘は使わないですか。はい、やっぱり大掛けまでにはやっぱり入れちゃいます。肘入れはい、ありますか。首見て、はい、この辺を見て、はい、別のことをしたんです。実の部分を見て、もし必要ならば、はい、できますかっていうことなんですけど、あ、あの三角筋じゃないですかね、はい、肩こりって結構三角筋
貼ってるんで、左を、うん、あ別に何でも大丈夫なんですよ。自分がそんな何ですかね、こっちに行くとか、うん、その極端に離れてるとか、うん、反対側にいちいち移動するとか、うん、そういう無駄な手がなければ、うん、別に自分の やりやすいようにで大丈夫です、うん、はい、普段やってるようにやっていくので、うん、はい、はい、はい、疲れはどうでしたか？はい、大丈夫ですね。ただ、はい、もうちょっと場所が外側でも、はい、骨にかかってるんで、はい、あ、はい、圧が、はい、大丈夫です、はい、結構奥まで入れちゃっても痛くないもんね。それ痛くないですね。でも指がここまで剥がれてる、はい、押し方が癒着してる方だと、まだ指はできてないんだと思います。まだ半年とかそのぐらいですよね。やっぱりそのぐらいの期間がどうしても指痛いと思いますよ。そうなんですね。これはもうあれですね。あとはそのもちろんその無駄な力が入ってるとかそういうのもあるんですけど、やっぱり最初のうちはある程度慣れっていう部分のプロテクターが変に当たっちゃうとか、そういうのがなければ問題ないです。問題ないです。はい、やっぱり自分の身を守りながらやってください。で、日本押しちゃわないとかっていうのはない。はい、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 いっぱいあるんですね、はい、ありますね。いや、よく覚えましたね。あ、でも、オリジナルも少し出してます。あ、はい、なるほど。足が痛いって方、痛いって、ね、はい、それがもうパンパンなんで、前の部分にここをガチッと掴んじゃって、はい、私の場合は振っちゃってます。そうですかね。大丈夫です。今やってるやり方って、うん、お店でやってるのと同じですか？はい。だと、ちょっと握れてない感じします。左肩ちょっとなんかね、把握できてない感じ、はい、ね、別に気持ち悪くは全然ないんですけど、うん、その効いてる感じとか、うん、掴んでる感は弱い。はい、弱いですよね。圧力というのが多分、うん、そのしっかり筋肉を捉えられてない痛いっていうか、ね、ここでもう悲鳴を上げて、うん、はい、大丈夫ですか？回してくださいって言っちゃっていいでしょうか？それは、まあ、受けてる人が痛くてもほぐしたいっていう人なのか、ほぐれなくても気持ちよさが欲しいっていう人なのかって、やっぱりその変わってきますよね。何したいのかよくわからないから、どっちを優先するかによって変わってきます。ふわっとしてる感じでしたね。優しすぎる。そうですね。なんかちょっと痛いようでしたら弱めますかとか、まあ、もんでもいいし、ちょっといいですか？はい。なのでその足から入って足を緩めてお尻を緩めて腰っていうやり方も、その方がその腰に到達した時に周りに緩んでる分腰が曲げやすいとか、その中途半端な感じでやると掴める割に受けてるお客さんは割とその詰め部分を最初の方に持ってきた方がお客さん自身の満足度が高かったりするんですよ。感じることはないと思うんですけど、ちょっとそのすごく気持ちいいっていう風にもならないかなって、答えはないと思います。あとはその、まあ、この辺やる時ちょっと痛い。面に関しては、こういうふうにやってたやつですか？最初この辺下から上がっていって、これちょっと痛いんですね。うん、それはちょっと人によっては痛いと思うんで、ね、今まで痛いと言われたことないですか？ないです。あ、そうですか。じゃあちょっとここは指を寝かせた方が、下から上がっていって、なんか全部逆の方がいいんですね。そうですね。なんかちょっと結局感じましたね。そうですか。そうですか。上から3回やりますね。ちょっと力押しになってませんかね。ぐっと言う、こう手でやってませんか。そうかもしれない。多分なんかしっかり入れようとして。力でやってしまっていると痛いんです。あとちょっと皮が引っ張られる感じなのかな。ずっと押せるってる感じではなくて、なんかこうギュッてやられる感じで痛い。
終わりがなくて、もたついてるから出ちゃいますよね。なので、その、まあ、上から行く、下から行くは、でも今抜き抜きでしょ。なんか多分、ちゃんとこの1回1回を、きつい癖がついてるんじゃないですかね。分けるというか、しっかり全部やってった方が、受けてる方が受けやすいと思います。息吐きながらやってまでの間で、はい、4箇所を 3回。はい、そのぐらいの感覚でこう、いいんですか？この時抜き抜きます。狭くても広くてもどちらでも本当は大丈夫なんですけど、今その多分あとあれ練習用に割と広くってます。ただ本当はもうちょっと細かくぐーって動かしてる感じが今引っ張られて痛いですか？そのだからあ、大丈夫ですけど手間にかかっちゃってたんですよ。あんまり無理に動かすっていうのはやめた方がいいと思います。場合はもっと前を強くすると動かすのは動く範囲で動かしましょう。表面皮膚を引っ張る感じでずるっとやると痛いので、結構それが内側方向が入っちゃうとものすごく痛いってわけじゃないから痛いって言うほどではないけど、嫌な感じなんだこれ。ちょっとね、嫌な感じですね。あのやっぱり皮膚をこうやめた方がいい。やっぱりこう詰められたりしたら痛いじゃないですか。それに近いものがですね、こうグイッと押されるとやめます。それはちょっとあとはまあこう組み立てですよね。気をつけて、はい、僕がよくある動かしちゃう、動かす癖ありますね。取られた状態で、あのなので別にほどやっていただいて、でも止めて抜くだけで全然大丈夫なので、はい、気分を多分今もちょっと痛いので、はい、力でやってる感じが強い。一旦指先力んじゃってるので、はい、そう他のところで気持ちよかったので、多分動きとかはいいんですよ。あとこう手のひらでやる分には違うと思うんですけど、気分を押すのが悪いんじゃなくて、組み立てに関しては本当にその自分の加減というかやり方ですよね。そこに詰まってればいいと思う。指で押しちゃう、はい、その指の力、手の力で押してしまうとか、その押すやめます、無理にこうグーッと滑らせるような押し方をするとかひねるとかっていうのは痛い感じになるので、はい、動かす癖はちょっと抜いた方が、気をつけた方がって感じですね。はい、そんなところです。はい、あ、そんなところです。はい、ありがとうございました。